第1話、駅のホームにいた少年。私が東京の会社で働いていた時の話です。肌寒さを感じる秋だったと記憶しています。仕事が立て込み、帰りが遅くなった日です。22時過ぎに駅のホームで電車を待っている時でした。すみません。その声に振り向くと、そこには制服を着た中学生らしき男の子が立っていました。今何時ですか？10時5分だよ。ありがとうございます。それだけ言うと彼はホームの端へ向かって歩いていきました。随分と遅い時間に帰るんだなぁと思いつつ、塾の帰りなのかなと考えました。そこでふと思いました。確かに私たちのいる場所からは時計は見えません。しかし、電光掲示板はすぐ近くにあり、そこには次の電車の時刻が書かれています。次の電車は22時8分と表示されているので、今はだいたい22時過ぎだということはわかるはずです。それなのに彼はわざわざ時間を尋ねてきました。几帳面な性格なのか、迎えの時間が決まっていて正確な時間が気になるのかなと思い、その時はあまり深く考えませんでした。それから2日後のことです。同じくらいの時刻にホームへ向かう階段を降りていると、先日の少年が見えました。彼は女性に何か話しかけているようでした。しかし、話しかけられた女性はぼんやりと前を向いたまま、電車を待っているようです。少年は続けて話しかけていますが、女性は立ったままです。あからさまに無視をしている形ですが、まるで彼の声が聞こえていないかのように見えました。そこで私は自分の過ちに気がつきました。少年に話しかけられても反応してはいけなかったのです。彼はもう人に気づかれない存在になっている、つまりこの世のものではないのです。私は階段を降りてすぐそばに固まっていたサラリーマンの集団に紛れました。あの少年は私を探しているのです。その証拠に、先ほど話しかけていた女性は私と同じ明るい茶髪のショートヘアで、オフィスカジュアルな服装をしていました。絶対に見つかってはいけないと思い、背が高くがっちりとした体型のサラリーマンの後ろに隠れるように並びました。それから間もなく電車が到着し、私は悪いと思いつつもそのサラリーマンの集団に割って入るようにして電車に乗りました。幸い見つからなかったようで、電車のドアはスムーズに閉まり、そのまま発車しました。この時間に乗るときは気をつけようと思いましたが、数日も経つと私はすっかり忘れてしまいました。それから1週間ほど後のことです。その日は仕事の締め切りがあり、夜中の12時を過ぎた頃にようやく帰れました。終電までは30分ほど余裕がありましたが、金曜日ということもあってホームにはたくさん人がいました。座れないだろうなぁと思いながら、電車が来るまで10分ほど時間があったので、スケジュールの確認をしようと手帳を取り出した時でした。すみません。例の少年の声です。私はしまったと思いましたがすでに手遅れです。聞こえないふりをして手帳を開きました。すみません。視線の端で彼が見えました。制服のシャツとズボンが赤黒くなっています。泥汚れなどではありません。血液が酸化したあの独特の色です。そんな血まみれの格好をした男の子がいれば、周りの人は必ず気がつくはず。けれど、騒いだり彼に話しかける人はいません。こんなにたくさん人がいるのに。それはつまり、彼は他の人には見えていないのです。絶対に反応してはいけないと強く思いました。それからどうやってこの場から切り抜けるか必死に考えました。手帳のページをペラペラめくり、スケジュールを確認する素振りも忘れません。表情に出してはいけないと、奥歯を強く噛みしめました。すると、ドン、と右肩の後ろからぶつかられ、手帳に挟んでいたしおりが落ちました。わ、すみません、大丈夫ですか？大学生らしき集団がすぐ近くにいて、その中の一人の男性がぶつかってしまったようでした。はい、大丈夫です。何か落ちましたよ。彼が指差す方向にはしおりが。しかし、そちらには例の少年がいるのです。ぶつかってきた男子大学生より私の方がしおりに近いので、私が拾うのが自然です。けれど、しおりを拾おうとすれば彼の方を向かなければならないので拾えません。とはいえ、しおりを拾わなければ私が少年に気づいていることもバレてしまいます。あ、はい。どうしようかと固まっていると、男子大学生がすっと動き、しおりを拾ってくれました。そして、私と少年の間に壁になるように立っていました。どうぞ。
ごめんなさい。ありがとうございます。あまりそちらに顔を向けないようにして、しおりを受け取ろうとしました。その男子大学生はしおりを持っている手に木製ビーズのブレスレットをしていたのですが、それがピキピキときしむような音を立てていました。思わず驚いて、しおりを受け取る手が止まりました。階段の反対側に行ってください。大学生が小声で言いました。もうこっち側に来ない方がいいです。早く。どうもありがとう。しおりを受け取り、私はキビスを返し足早に階段の逆側へと向かいました。くそ。いまいましく吐き捨てるようにつぶやくあの少年の声が聞こえました。それはまるで私の耳元で話しているかのようにはっきりと。私は聞こえないふりをして、飲み会帰りらしき人たちの集団に紛れました。ホームを少し移動しただけですが、例の少年は追いかけてきません。あの場所から動くことができないのだと思います。それからやってきた電車に乗り込みました。電車の進行方向に先ほどいたホームがあるので、見ないように背を向けて。普段通りに電車は走り出し、私はほっとしました。おそらくあの大学生には少年が見えていたのでしょう。とっさに助けてくれた彼に本当に感謝しています。もしもやり過ごすことができなかったらどうなっていたのか、あまり考えたくはありません。その日以来、私はあのホームは使わないようにしました。その後は会社を辞めて引っ越しもしてしまったので、駅にも行っていません。まだあそこにあの少年がいるかどうかわかりませんし、調べる勇気もありません。おそらくもう二度とあの駅は使わないと思います。第2話、真夜中のお誘い。真夜中のドライブで不可思議な出来事に遭遇したことはありますか？私はあります。いくつか体験談を挙げると、真夜中の全く民家のない山道を一人歩くおばあさんに遭遇したり、2週続けて同じ場所で対向車が消えたこと、目の前で女性の足だけが通り過ぎたことなどなど。これから書くお話もそんな他愛のないありきたりなお話になります。ご存知の方も多いと思いますが、一昔前に頭文字 D なる漫画が流行しました。いわゆる走り屋をテーマにした作品で、一世を風靡したものです。どうでもいいことですが私は頭文字 D 派ではなく湾岸ミッドナイト派でしたが、頭文字 D の真似事はよくしたものです。そんな時代、走り屋もどきをしていた時に知り合った吉田という男がいました。見た目はまんまチャラを、見た目通りの性格で話が面白いやつでした。スポカーよりもビッグカーやミニバンが似合うやつでしたが、吉田はランエボ4を愛車にしており、仲間内ではそこそこ速い方でした。雑誌に載るようなホイールやらパーツ類を取っ替え引っ替えする羽振りの良さでひときわ目立っておりましたが、何のことはない農家の長男ということで、親に全部買ってもらっていたということを、こっそり私にだけ話してくれたことがありました。そんな吉田が、ある時事故を起こしたという話を聞きました。命に別状はないが近くの総合病院に入院したと。私は頃合いを見てお見舞いに行くことにしました。吉田は肋骨と大腿骨を折る大怪我を負ったそうですが、軽口は相変わらずで、私を見るなり軽い挨拶をしてきました。元気そうな吉田に事故の原因を聞くと、マジな話だから笑うなよ。と珍しく真剣な表情で前置きをしてきました。聞けば同じ話を両親にしたそうですが、信じてもらえずこっぴどく怒られたとか、おかげで車を買ってもらえそうにない。と嘆いていたのを覚えています。事故当日、近くの峠を吉田が一人攻めていた時のことです。慣れ親しんだ道を走っていると、前方に一台車が走っているのが見えたそうです。テールの形状からミラーあたりの軽自動車だというのは分かったそうで、当時そのあたりに速くて有名なミラターボ乗りがいたこともあり、そいつかと思い吉田は追いかけました。相手はゆっくり流していたそうで、みるみるうちに距離が縮まります。大きな右カーブに差し掛かったあたりで射程圏内に詰めたという吉田。このコーナーを抜けると、勝負を仕掛けやすい道に出るため、煽れば勝負に乗るだろう。と吉田は気合を入れました。相手はノーブレーキで右コーナーに侵入、吉田も後に続きました。右コーナーの出口あたりでアクセルを踏み込む吉田。ここだ。と思った矢先、前を走っていた車が消えていたというのです。コーナーを抜けた後は見通しのいい直線に近い少しうねった道が続きます。何が起きたかわからず戸惑ったそうです。しかしさすがは有名どころ、
一瞬で置き去りにされたと吉田は気持ちを切り替えて追いかけることにしました。少し前にブーストアップし、新しいタイヤに履き替えたばかりということもあり、吉田もかなり乗っていたので、どうしても有名どころと勝負してみたい時が流行っていたと言います。しかし走れど飛ばせど追いつけません。格が違うのかと半ば諦めかけて流し気味で走っていると、前方で先ほどの車がハザードをつけて停車しているのを見つけました。見ると運転席側のドアに女性が一人こちらに手を振っていたそうです。白い T シャツにデニム、髪は長く細身だったと言います。有名な走り屋と同じ赤い軽自動車でしたが、車種が違うことと乗車していたのが女性ということで、目当ての相手ではなかったと少々落胆したそうな。しかし、手を振っていたのが女性ということで、吉田は、美味しい思いができるかも。気持ちを切り替えて、停車している車の少し先で止まりました。いざ降りようとシートベルトに手をかけたとき、つつもたせだったらどうしようと一瞬冷静になったと言いますが、チャラ男らしくまあ大丈夫だろうと自分に言い聞かせたそうです。オーバーヒートですか？随分飛ばしていましたね。などとつかみはオッケー的な一言を考えながら、停車していた軽自動車へ向かいます。軽自動車のライトが眩しく、視界を遮られながら運転席の近くまで歩いていく吉田。こんばんは。大丈夫っすか？吉田が声をかけましたが返事はありません。あたりを見ると、人影はなくいたはずの女性がそこにいないのです。やっぱりつつもたせか。とあたりを警戒しますが、人が出てくる気配はなかったと言います。おい。誰かいませんか？何度呼んでも返答はありません。まさか崖下にでも落ちたかと思って、身を乗り出してガードレール下を確認しますが、闇夜の中では何も見えません。だんだんとそこに取り残されたような恐怖に包まれた吉田は、一目散に逃げることにしました。何かやばいものだったのかもしれない。そんな恐怖に何度もルームミラーやサイドミラーで背後を確認したと言います。しかし追いかけてくる車はいません。しばらく下っていると湖が見えてきました。ここまで来ると峠の終わりを意味します。吉田はほっと一息ついて安堵しました。大きなヘアピンカーブを曲がり、湖入り口に差し掛かったところ、あの女性が先ほどと同じように手を振って立っていました。しかも先ほどと同じように赤い軽自動車も止まっているじゃありませんか。追い抜かれた記憶はもちろん、湖までは一本道なのでショートカットできるような道はありません。手を振る女性を見た瞬間、この世のものではないと直感し、身の毛もよだつ恐怖に襲われたと言います。浮き足立ちながらもアクセルを踏み込み、女性を視界に入れないよう通り過ぎました。通り過ぎた後恐怖でミラーを直視できなかった吉田ですが、怖いもの見たさというか、遠ざかったという安心感を得たいがためか、アクセルを緩めながらつい後ろを振り返ってしまった。停車していた車のライトが不気味に輝いていたのが見えたそうです。追いかけてくるかと思ったんだよ。よく後ろ振り返ったね、という私の質問に吉田は笑って答えました。吉田は話を続けます。誰もついてきていないことを確認した吉田が視線を前に戻した時でした。何者かの白い手がステアリングを握っていることに気づきました。自分の手ではない手に吉田は思わず悲鳴を上げたと言います。ステアリングを握った白い手は電柱に向かって舵を切り出しました。吉田は、このままだと電柱に突っ込む。とブレーキを踏みステアリングを必死に戻そうとしましたが、まるでブレーキがロックしたようにタイヤが滑り出し、そのまま吸い込まれるように電柱に突っ込んだそうです。親に話したら、どうせ飛ばしていたんだろ、とすげえ剣幕で怒られてさ。俺のランエゴ、廃車だぜ。吉田は肩を落として落胆していました。命が助かっただけよかった、という私の言葉に。あのランエゴは命より大事だった。と走り屋の鏡のような一言で笑わせてくれました。その場所は事故が多くて有名なスポットで、吉田が事故を起こした場所には、死亡事故多発という看板が設置されている場所でした。吉田が最後に思い出したように言いました。電柱に突っ込む時に、あの女が電柱の横にいたんだけどさ、手を振ってるんじゃなくて手招きしているように見えたんだよな。皆さんも夜中のドライブにはご注意ください。第3話、海外の安いタトゥーショップ。やんちゃだった知人男性、A 男から聞いた話。
今から20年ほど前、A は自分と同じくらいやんちゃな友達5人で、某国へ旅行をした。全員男で20代前半、若い彼らを満足させられるような、刺激に満ちた楽しい旅行だったという。帰国日の前日、町から離れた場所で安いタプーショップを見つけた。かっこいい見本が並んでいて、表示されている値段も安かった。気に入った彼らは記念にタプーを彫ることにした。痛いのが嫌いな A を除いて。みんなにはからかわれたが、生きているくせに痛いのは苦手で、注射でさえ怖い A は固く断った。ショップは50代くらいの夫婦がやっていた。当時流行っていた日本のギャグを連発してくる堀氏の旦那さん、お茶とお菓子を出してくれた奥さんとで、夫婦揃って感じが良かった。かなり腕がいいのか、タプーも想像以上にかっこよく仕上がった。帰国したら自慢できる。みんな、そう思った。A も正直、羨ましかったそうだ。しかし後日、タプーを掘った全員が HIV に感染していたことが分かったそうだ。第4話、人生でした一番悪いこと。私には元同級生の知人 A 子がいます。高校時代は別グループに所属しておりさほど仲が良くなかったのですが、十数年ぶりに同窓会で再会して以来、共通の友人を介して交流が始まりました。現在 A 子は県内の病院で看護師として働いているそうです。ある時、A 子と二人でお茶をしました。どんな流れかすっかり忘れてしまいましたが、なぜか人生でした一番悪いことの話になり、暴露大会が始まりました。私がした一番悪いことは中学の時の万引きかな。どうしても欲しい漫画があって、でもお小遣いが足りなかったから、シャツの下に隠してこっそり持って帰っちゃったの。後ですっごい反省した。結局そのお店、数年後に潰れちゃったんだよね。私は素直に白状しました。出版界の不況は有名ですし、万引きと倒産は直接関係ないと思いたいのですが。あんたもやるねえ。A 子はどんなことしたの？浮気とかいじめとか？高校時代の A 子が同じクラスの子の陰口を叩いていたのを思い出して尋ねれば、彼女はあっさり言いました。英字交換かな。え？A 子は産婦人科の看護師でした。そして私は A 子の悪事が緑を交換、すなわち、保育器に入った新生児を交換することだと思い当たったのです。嘘でしょ。なんでそんなことを？人の運命をあっちからこっちへ移すの面白いじゃん。A 子は笑ってました。第5話、黄色い花。これは、私が小学校5年生の夏休みに体験した実話です。宿題が終わり、昼食を済ませ部屋で休んでいて、いつの間にか寝てしまい夢を見ました。その夢では、私が知らない白い着物を着た女性が私に向かって、黄色い花、と何度も連呼しているのです。おやつにケーキがあるからと母に起こされ、気づいたら15時過ぎでした。こんな夢を見たと話すと、何それ。特徴されましたが、夕食後に父が帰宅して父に同じ話をすると、そういえば父の祖母のお墓が遠いから長年お墓参りできていなかったと、お盆前だけど、今度の日曜日みんなで行ってお墓参りして、帰りは何か美味しいものでも食べて帰ろうという話になりました。当日は朝早く出発して、高速道路で茨城県の方に行きました。着いた場所は、お寺や墓地というほどではなく祠みたいなのがあり、その周囲に数箇所墓石があるという地味なところでした。ここだよ。と言われ、途中で買ってきた果物とお線香をお供えして、合掌して、墓石の裏を見ると黄色い花が咲いていました。茎が傷だらけでしたので、切り取ってお墓にお供えしました。どこからか、ありがとう。と聞こえたような気がしました。家に帰ると、父が昔の古びたアルバムを持ってきて、今日お参りしたお墓に入っている人はこの人だよ、と教えてくれました。その人は、まさに夢に出てきた女性でした。